小なりキング、リンチェプリンスル。大なりレギュラー放送が1年5ヶ月の歴史に巻く平用、平野の仕感謝しかない、次週の番組も明らかに。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キング、リンチェプリンス、冠無理番組、キング、キング、ルプリンスル。 キンプル、日本テレビ関東ローカル、土曜午後1時半、が5月13日放送され、レギュラー放送約1年5ヶ月の歴史に幕を閉じた。20日午後7時56分からゴールデン2時間スペシャルを放送する。 同グループは5月22日にメンバーの平野耀さん、岸優太さん、神宮寺優太さんがグループを脱退し、翌23日からは長瀬廉さんと高橋海人さんの2人で活動することが発表されている。13日の放送は永久保存版。衝撃映像連発キンプルデミー賞受賞式。 と題して、これまでの放送から名場面を振り返ったほか、メンバーの素顔を暴く垂れ込み企画を放送。平野さんは、これまでの放送を振り返って、メンバーの仲が前よりも良くなった。感謝しかない、と話していた。なお、20日の午後1時半からは、女子ゴルフ、ブリジストンレディスオープンの3日目を放送する。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。